同僚議員と路上でキスをしていた姿を写真に撮られた中川裕子農林水産政務官が国会に出席し、一連の行動を陳謝しました。一部、週刊誌で報道がございました、私の大変軽率な行動がございました、このことにより、皆様方に大変ご迷惑をおかけをしているというふうに思っております。 政務官として職務に全力で取り組んでまいりたいと存じます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。中川政務官は先週の予算委員会を入院を理由に欠席したことについても深くお詫びを申し上げる次第ですと述べました。今後ですね、まあ誤解を受けることがないように、密、まあ、から留意しながら政務官としての職責をしっかり果たしてほしい。まあそういうふうに思います。 菅官房長官は、中川氏の交代について、全く考えていないと強く否定しました。